ポロです。チェロです。ポロロチェチェロロでです。はい、ラグナドやっていきましょう。行きましょうかね。今回はね、6月12日の月曜日から来るイベントについてね、ちょっと話していきたいなと思います。はい。白卓 SSR がもらえると。おー、配布ですか。配布ですよ。ちょっとびっくりやね。ねえ、なんか結構さ、 SSR とか SR の追加キャラ欲しいよねっていう話を前してたと思うけど、うん、こんな早くね、しかも配布でSSR、しかもみんな結構待ってた白卓さんがね、そう来たと。ポロさん白沢さんって呼びよったけど、うん、白沢さんって言ってた。あ、白沢さんか。うん、あ、じゃあ当チャンネルで白沢さん、白沢さんって呼びましょうか。はっちゃんでいいかな。はっちゃん、白卓のはっちゃん。あ、はっちゃんね、了解です。あの、数少ないね、うん、メガネフェチが待っていたキャラだと思うんですよ。あ、確かに確かに。俺結構メガネ好きなんよ。結構メガネフェチなんよね。あ、そうですか。うん、だけどポロさんがメガネとかかけておったらドキッてしてたりしてたよ、昔はね。そうなの。うん、そうそう、昔ね。今もしてるけど、メガネ。遠い昔の話だけど。はい、ということで、まあ、早速見ていきたいんですけど、まあ、いろいろイベントがあるんですけどね、あの掛け軸も、SR の掛け軸も一緒に実装されるというところで、うん、イベントをちゃんとしっかりね、こなすと、その SR の掛け軸も、SSR のはっちゃんも、うん、貫通できるというところなので、まあ、これはね、確実にやっていきたいなというところですね。うん、まあ、うちの娘にもね、ここはしっかり周回させて、強いんよ。あ、そうなの。うん、まあ、ここね、キャラ の性能があるんだけど、うん、回復持ちの優秀なデバッファーと、うん、デバッファー来ましたよ。お、俺たちが目指すデバッファー、ね、火力には一生なれない俺たちの目指すデバッファーですよ。で、土属性の魔法ジャマーで、種族は奈落ですね。うん、で、結構ね、強いんですよ、普通に。今までの SS キャラと比べると圧倒的に強いと思うんだけど。あ、そっか。うん、まずね、敵単体威力500で攻撃し、でまあ、ここら辺はまあ、共通してるんだけど、うん、まあ、最もヒットポイントの低い味方を効力50で回復するというところですね。うん、なので、まあ、ソロで行くと、塔とかね。まあ、自分自身回復するんじゃないかなと思うんですけど、うん、でフルチェインジは、攻撃前に自身に魔法バフ2とフルチェイン力増加バフ1を一定時間付与し、対象に魔法デバフ2を一定時間付与すると、うん、もうこの時点でもう普通の SSR より強いからね。そうね。うん、でフルチェインとゼロヒゲ一緒に使うと、攻撃前に自身にフルチェイン力増加バフ3を一定時間付与して、うん、弾力デバフ2を一定時間付与すると、うん、強いよね、普通に。強い。なんか UR でいてもおかしくない感じはするけどね。うんうん、ちょっと前の UR とかもこんなんで、うわぁ、強って言うよって感じやん。そうそう。で、しかもよ、フルチェイン回数に応じて以下の効果を発動すると。奇数の時には自身にブレイクヘイストと一定時間を付与して、偶数の時には威力が 30% 増加して、火ダメージ増加デバフ1を一定時間付与すると。うん、強いよね。本当に。マジで。う、ね、うん。これ絶対持っとった方がいいと思う。うん、で、ゼロ棒が、霊獣と奈落ですね。はい。で、霊獣キラーというところになってます。で、アビリティとしては出血耐性かな。で、あと、弱み玉破壊時に、うん、対象火ダメ増加デバフ1を発動率 10% で、まあ、付与しますよというところですね。はい。ということで、まあ、じゃあ、どこにおすすめなのって書いてるんだけど、幻影の真似。うん。で、まあ、ちょっと使えますよというところですね。ほう、まあ、土の弱み玉を破壊しやすいというところと、まあ、ゼロ光が霊獣で、うん、ゼロ棒も霊獣というところで一致するん で、あと出血再生というところで、まあ、ここのね、特攻キャラになるんじゃないかなと思います。うん、で続いて SR 掛け軸ですね。これも配布で貫突ができるというところで、バトル開始時に自身に魔法バフ1を付与しますと。で、バトル開始時に敵単体に火ダメ増加デバフ1を付与しますというところですね。うん、まあ、これは配布なんでね、まあ、しっかり貫突して補助枠にはめてい、うんうん、いきたいなと思う感じですね。そうですね。だからね、この配布とは思えない強さなんで、もうね、イベント参加するだけで貫突にもできるし、うん、これはね、ぜひゲットしたいなというところですね。そうですね。でイベントの期間が、7月の3日月曜日までというところで、うん、まあ、半月以上あるんでね、うんうん、まあ、今からラグナド始めたよとか始めたばかりだよという人もね、合わせてもうずっと前からやってるよという人にとってもね、すごく必要なキャラになってくるかなと思うんですよね。補助枠としても使えるしね。うんうん、まあ、これ普通にはっちゃん、はっちゃんね、はっちゃん、
あ、そう、はっちゃんって言ったらなんかテレビのチャンネルみたいな。そう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 。でもね、こう、なんていうの、艦隊でさ、ちょっと行ってみたみたいな。ちょっとギルメにも協力してもらいながらね。そういうのちょっと、あ、それか娘と3人で行ってみる。あ、それでもいいね。はっちゃん艦隊。みたいな、うんうん、はっちゃん艦隊ってなんかかっこいいんだな。いや、ダサいよね。ダサいよね、なんか、やっぱり。なんだろうね。まあまあまあ。はい、ということでね、まあ、今回、イベントの配布というところでちょっとびっくりしたんでね、ちょっと動画を作ってみました。うんうん、はい、では今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。